はい、吉松でーすと。いうことで、今日はね、ちょっと意味深な本でございますということで。まあ、男性限定かな？女性でもいいかもしれませんね。回春、セルフ整体術。まあ、これ、エッチなことだけじゃなくってですね、回春、まあ、要するに若返るということです。春がもう一回回ってくるよと。セルフ。これいいですね。自分でやる。ね。自分で自分を整える整体術。人の、あと整体屋さんに、整体屋さんとか整体師さんのところに行かなくって、自分で自分を整えるという本です。うん、写真もなかなかちょっと意味深なのがありますね。意味深ですよね。赤坂整体院長が書かれた大場さんかな。大場志郎さんかな。大場志郎さん。60年東京生まれということになってます。リハビリテーションいろいろやってきたということで、はい、女優やタレントも団員すると、テレビや雑誌でも活躍しているというようなことが書いてあります、ね。まあ、なかなかやり手の方なんでしょう、きっと。まあ、これいろいろと、まあ、ちょっとこの何かな、YouTube のね、一応なんとかポリシーというか、言えないこともあるので、こう、いいとこだけっていうかね、セーフなとこだけやっておきますけど、でも実際問題はみんなこういうのを出すと、なんかなんかな、その、みんなエロチックの方に誤解されるんですけど、実際は人間が生き生きと生きることにも十分使える部分がいっぱいありますんでね。まあそう。否定することはないと思います。このようにね、整体、自分で治す自力整体の方法が書いてあります。ここに注意点、この辺に意識を置けようと、これ。ここのところね、この辺に意識を置けようと、丹田のところですね、これね。いっぱい書いてあります。こういうのをしっかりやれば、当然腰痛も起きにくくなるし、皮膚もね、良くなってくるし、まあ、いろんな意味でですね、性器が発楽つとしていると。ね、いうことになると思います。この本はですね、やっぱりいろんな意味で使えますので、ちょっと私はこの本腰入りでね、読んでみたいと思います。今でもパラパラ見てましたけども、なかなかこの体操まではやらなかったんで、はい、ではまた次回ね、お会いしましょう。